うん、低い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 。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はこちら、ダイワのねルアー買ってきてみたんですけども、スティーズスピナーベイトっていうことで、これね、先輩があのスピナーベすげーいいよってね、太鼓判でおすすめしてくれて、まあ最近ビーブルとかね、そのいろんなスピナベの釣りもね、またね、練習しようかななんていうふうに思っていたわけなんですが、そんなところでですね、あのスピナベすごい釣れるよなんていうふうに聞いちゃったんで、釣り具屋さんに早速買いに行ってみたわけですが、これ990円、なんか印象としては俺、このスティーズってつくともっと高いのかなね。まあ、ピーナッツとかは安いけど、スティーズとかついちゃうと、スティーズピーナッツとかになるとめちゃくちゃ高いのかな。まあ、そんなルアーないですけども。何にしてもこれ、スティーズってブランドものになると、ちょっと割高になっちゃうのかな。その分開発とかすごい凝った作りになっているのかな、なんて印象だったんですが、990円。こんだけしっかりしたパーツが使われていて990円だったら、普通これなんか、メーカーもメーカーだったら、例えば1400円とか1600円ぐらいしちゃいそうな印象なんですけども、990円で売ってたんですよね。でスモークシャットって色買ってみました。で重さはですね、2分の1オンスでタンデムウィーローモデル、これを買ってみましたよ。じゃあね、早速開けていきたいと思います。グローブライト株式会社ダイワですね。はい、ああそうだよな、サクサスフックは使われてるわけですね。これ、はいはい、じゃじゃじゃん、あ、専用のブレード、これスティーズって書いてあります。ここね、スティーズってね、こうってあって、あ、コロラドブレードにもスティーズってね、書いてあります。手凝ってるなこれな。で針は、まあちらっと見えてるんですけどね、サクサスフックが標準装備されてるよ。サクサスとはまあダイワのですね、フッ素加工した技術のことですね。うわー、ちょっと恐ろしいぐらいの鋭さですね。でまあ色合いはね、こんな感じの水に馴染むような色を今回買ってみたんですけども、ヘッドの形状、まあ、デルタ形状という感じですかね。下がちょっとぷっくりしているかなっていう感じの形状で、でワームキーパーブはこんな感じですね。はい、まあなんか釣れそうなスピナーベイトですね。これポイントとしては、まずテーパーワイヤー、バイブレーションを増幅させるためブレード付近は細く、金属疲労によるワイヤー折れを防ぐためヘッド付近は太くなったテーパードワイヤーを搭載。あ、すごいですね。こっちの方は若干太くて、でこっちの先に行くにつれて細くなってるよっていうことですね。あ、でね、こことかもすごいこれ手間かかると思うんですけど、溶接されてますね。うわー、これね、手こん、まあ、あとここの玉が溶接されているのと、この一番、ね、ここも溶接されている、すごい細かいけどいい作りですね。樹脂タングステンヘッド、あ、タングステンヘッドなんですね。フェコ認定の樹脂タングステンヘッドを採用、すり抜け性能を高めたヘッドデザインで、カバー周りでも威力を発揮する。これタングステン素材なんですね。でブレードがですね、カーブフォールでも回転するレスポンスを求め設計、 TW は細かい回転で手元にしっかりバイブレーションが伝わり、集中して巻きの釣りが展開できる、 DW はサラサラとした引き心地でテンポよく釣っていきたい時におすすめ。でサクサスフック、フッキング性能向上を図るため驚異の貫通力を誇るサクサスフックを搭載、フレア感のあるシリコンスカートを採用、大きく立ち上げたスカートキーパーと相まってリトリーブ時にゆらゆらとアクションしてくれるということで、結構この小さい中にね、細か
かいこだわりが山盛りですね。でコンセプト書いてありますよ。日本のフィールドに合わせたコンパクトボディのスピナーベイト。コンパクトボディは狙いのスポットへの投げやすさを実現。ブレード付近のワイヤーを補足することでバイブレーションを起こしやすく、快適な引き心地とスカートの生めかしいアクションを実現。ヘッド付近のワイヤーは太くし、バイブレーションによる金属疲労でワイヤーが折れてしまうのを防いでくれる。フックはトレーラーフックなしでもしっかり腹筋が決まるよう、ゲープ、シャンクをしっかり加工、サクサス加工も施し、抜群のフッキング性能を誇る。ブレードはカーブホールでも回転するレスポンスを求め設計。ヘッドには樹脂タングステンを採用したフェコ認定商品。とにかく使いやすくよく釣れるスピナーベイトを目指し開発されたスティーズスピナーベイト。その威力をぜひフィールドで体感してくださいってことで、これスティーズ、あははそうですか、これは990円でここまでねしてくれちゃったらね大変ですね。これはタングステンヘッドでワイヤーも特殊な加工が施されていて、専用のこれのために作られたブレードね、シリコンワイヤーもこれ綺麗にね、ちゃんとあの多分糸でちゃんとねギューッと巻きつけて、こう触れやしやすいように専用のギュッとね広がるような、この自然にふわーっとどんな状況でもなるような、こういったね、こういう部品が使われていますね。いやー釣れそう。じゃあね、実際に釣ってきてみたいと思いますので、もしね釣れたらですね、スティーズスピナーベイトってね、あの最近スピナーベイトね、なんやかんやあのビーブルがねやたらよく釣れるから、ついついねあれ投げちゃうんですけど、もうビーブルビーブルって感じになっちゃってるんで、ビーブル以外にもねこういうちょっとスピナーベイトね、いろいろ試していきたいななんて思いますので、一つ買ってきてみました。これおすすめしてもらったスティーズスピナーベイト、針はいいのついてるし、コストパフォーマンス高いし、これでいっぱい釣れたら超いい釣りなんじゃないかね。はい、スティーズスピナーベイト来ましたよ。すごいよく引いてくれました。はい、はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ダイワのスティーズスピナーベイト、これを買ってきてみたい、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。